妄想考察、妄術ディビジョンの隠し要素について。ディビジョンは世界を切り取って自分のものにする祭壇の化身。体はよく見ると黒いインクのような液体になってるんですけど、この液体で地面に点線を描いて、巨大なハサミで世界を切り取っていく感じでしょう。そしてディビジョンの背中にはそうやって切り取られた世界がたくさん描かれてて、上下が逆さまになってたり、色彩がバグってたり、正常じゃなくなっているのがわかります。ただ、友情や男女の絆など、まあ、ディビジョンにも切れないものもあります。なぜ切れない？そしてそんなディビジョンのクエスト背景では他のクエストの世界が切り取られ貼り付けられてます。まあ、例えば、ウイジン、アバロン、エルドラド、読みのクエスト背景なんかが紛れ込んじゃってますね。これらのクエスト背景には境界線が見られるんで、境界線好きのディビジョンが持って帰っちゃったんでしょう。あと、ディビジョンのクエストでは雑魚敵として蝶々が出てきて、まあ、これなんでだろうと思ったんですけど、例えば蝶の中でもクロアゲハなんかは光と影の境界線を飛ぶ性質があるみたいで、ディビジョンの境界線だらけの世界線と合わせて雑魚敵として採用されたんじゃないかと思います。なんとなくね、ディビジョンのハサミも蝶々の羽っぽい。